鉄道事業は今大きな課題に直面しています。人口減少による労働力不足、ライフスタイルの多様化やインバウンドによる需要の大幅な変動、激甚化する災害に起因する運行リスクの管理の3つです。その背景には経営環境が大きく変化しているにもかかわらず、鉄道会社の現状のデータ収集と計画業務の大部分が未だに手作業に依存していることがあります。そのため現在の経営状況がリアルタイムで把握できないので、変化に対して優先度を明確にした限られたリソースの迅速な投入の意思決定と実行ができていないことが挙げられます。これは設備管理業務においても同様です。現状は手作業に依存した現場と間接部門で分断された業務プロセスであり、リアルタイムに設備状況の把握が困難で、優先度が明確でない設備管理により結果的に設備の稼働率の低下を引き起こしています。このような現状に対して今後はデータドリブンな鉄道事業を営む必要があります。これは一元管理されたリアルタイムデータを自動的に分析・シミュレーションし、迅速かつ正確な意思決定を行って経営リソースを適切に配分することです。設備管理を例に具体的に考えてみましょう。まずは現状を可視化するために鉄道設備の稼働状態のデータを収集します。作業員やドローンに加えて IoT ネットワークなどを通じて取得されます。これらのデータに基づき現状を分析し、将来のシミュレーションを行います。設備の稼働状態のデータや過去の履歴から故障発生確率を予測し、内在するリスクを算出・可視化します。これにより路線ごとの設備の故障による経営リスクを予測します。経営層は設備状態の経営のリスクの対処に伴う支出のシミュレーションの情報から、目指すリスクレベル実現のために予算や人材のリソースの投入の意思決定を行います。その意思決定に従って予算や人材のリソースの投入に関する計画を自動作成します。目指すリスクレベル実現のための保全計画の作成や材料発注及び要員配置計画です。これらの計画に基づいて設備の保全を実施します。現場の作業員は計画を含む必要な保全情報をモバイルアプリケーションを経由して取得することができます。今後は保全情報に基づく遠隔作業の実現も期待されます。これにより現場と間接部門で分断された業務プロセスが統合されることによる効率化、リアルタイムな設備状況の可視化、さらに優先度に基づく対応により設備の稼働率の向上が実現されます。その結果、需要変動や運行リスクという状況の変化に対しても少ない労働力で迅速に対応することが可能になります。このようにデータドリブンな設備管理を推進することで、予算や人材の投入の効果を最大化し、安全で安定した持続可能な鉄道事業の実現が期待されます。